はいどうも、柴田です。えー、今日ですね、なんかたまたま YouTube を開いたら、朝倉みくるのサブチャンネルの、ふわっとみくるチャンネルの動画、最新動画がですね、表示されてですね、そこでなんと、朝倉みくるが、MA プロモーション、朝倉みくるがやってる、えー、運営してる、えー、事務所なんですかね、 タレント事務所なんですかねその MA プロモーションに新しい女の子が入りましたって言って小学校5年生の女の子を、まあ、こう出してですねでこの子はすごい可愛いとスタイルが良くてすごい可愛いみたいな、えー、学校ではどんな勉強してるのとかどんな食べ物が好きなのとかあの100万円もらったら何あのしたいのみたいな、えーまあ、自分のまあこう タレント事務所に入ってきた小学校5年生の女の子をベタ褒めして、かわいいかわいいと、かわいいかわいい、かわいいねー。かわいいねーって、ただただベタ褒めして紹介する動画を朝倉美来がアップしてたんですよ。はい。えー、もうね、率直に言います。気持ちが悪いキモい 朝倉みくる気持ち悪いですはい。私、えー、娘がおります。はい。えー、今、えっ、ー、と、幼稚園の次が年長さんですかね。5歳の娘がおりまして、まあ、小さい女の子のね、えー、父親だから思うんですよ。あのー、いわゆるこの世に、ロリコン、 呼ばれるる人たちいいじゃないですかその人たちが、ものすごく気持ち悪く、えー、思うようになりました。親になってから。まあ僕もね、結婚する前とかは、その、あの、ファンザでね、あの、あれ、ミニマムとか、ヒヨコとかの AV は買ってましたよ。はい。ピエロダさん、ピエロダ監督結構好きでしたよ。だけど、やっぱ小さな、 この、まあ、自分に娘ができてから、全く、これマジなんですけど、本当に、えっと、ロリで抜くことがもう全くなくなりまして、それが、ちょっとなんか、えーまあ、え、っとね、心配になっちゃうんですよね。その、a v 女優しかも、えまあ、当はまあ、えっと、みんな20歳超えてるんですけども、まあ、その、学生の格好とかをするわけじゃないですか。見た目が幼い、女優さんが。で、そう、 見ると、やっぱちょっとは大丈夫かなみたいな。お父さんお母さんとかこれね、こんな仕事やってんの見て、あの、知ったらやっぱすごいね、傷つくんじゃないかなとか、あの、若いうちにね、その、こういったお仕事をして、自分の、ま、すべてをね、ええー、こう、さらけ出して、で、大金を稼いで、この子将来大丈夫かなって、こう思っちゃうんですよね。だから、こう、 小さな女の子のことを、かわいいかわいいっていう、こう、性的なね、こうし、あのー、目線で見る男性のことを、すごい気持ち悪いなって思うようになりましたし、今回の朝倉美くんの動画、もう大人が集まってですよ。小学校5年生の子名前がね、ヒカルちゃんって言うんです。ヒカルちゃんをね、横に置いて、小5のヒカルちゃんですよ。小5のヒカルちゃんを横に置いて、かわいいねー。かわいいね 学校では、どんな科目が得意なの算数なの国語苦手か。じゃあ本読んだ方がいいよかわいいね。かわいいねって。もう、大人が集まって、小5の女子に、かわいいかわいいってのが、めちゃめちゃ気持ち悪いんですよ。きっしょ。きっしょ、マジで。あのね、 しかも、朝倉美くるのその、正午に向けるその、これ、笑顔ね。気持ち悪い、生ぬるい笑顔ですよ。ねえ。ファイターの顔じゃないね。ねえ、最近、コナーマクレガーがなんだっけ。あの、自分に必要な、あの、あの、7つのものをみたいなさ、そういうなんか動画みたいなのあげたけども。まあ、あれもコナーマクレガーがもう顔が緩んで、もうファイターの顔じゃないの、全然。ね もう、対戦相手決まった、対戦が決まった相手ぶっ殺してやるみたいな。ね。っていう、それもう、殺人犯の顔ですよ、ファイターの顔って言ったら。ね。そういう緊張感、ピッとした顔なん、がファイターの顔なのに、ま、桜か、みくるのあの顔見て、目尻が下がってもうね、正午の女の子に、かわいいねー。かわいいねーって言ってる。気持ち悪い。マジキモいんですけど。 ね小5の女の子をさ、自分のタレント事務所に入れてさ、何すんのねその、ええ、その,その、マイクロ水着も着せるんかなそうじゃねえ、何何、何やらせィックトックやらせとか言ったな。ティックトックやらして、お、踊らせて、で、男が見る。やめろ、お前そんなの。やめろね小さな子供を使って、 金,金儲けをするんじゃないなあ,あ。お前、その、誰かね、人をね、雇ったり、まあ、その、まあ、その、お前なんか、割と最近、その、みつきちゃんっていう、ね、あの、金髪のさ、ビッチをね、自分のところ雇って、そいつが、ね、なんか男と結婚するなんか、またなんかそれで、ね、炎上したけれども、やっぱ人一人育てるのめちゃめちゃ大変だし、 その、育てるってなったら、そいつの人生変えちゃうし、人生変えちゃうかもしれないプロデュースみたいなことを、小さなさ、小5の女の子にするなよなあ俺もう、自分のね、子供をね、芸能プロダクションとかね、そこジャニーズとかに入れる親の気が知れないし、事務所の奴らもマジで気持ち悪くて仕方がない。子供使って金儲けすんなよあと、育てるって言い方すんなよ なぁ。まで気持ち悪いんですよね。でもこう、僕はちょっと頭が固いのかもしれないんですけども、まだ正語っていうのはね、物事のよし悪しが分かってないし、なんか、あのー、芸能事と,とかね、お金を稼ぐことではなくてね、まずは知らなければいけないこと、勉強しなければいけないことが、この世にはたくさんあるんですよ。正語にはたくさんあるんです。それをね、おざなりにしてね、 芸能の仕事やらね。やれ、その SNS は TikTok だ、YouTube だとか、モデルやなんやかんやっていう、ね、やって。それ、両立できますかって話。大体は両立せずに人生を踏み外していくんですよ。で、踏み外した先に、あ,あ、あの、責任取れますかっていう。ね、若くして大金手に入れたり、若くしてものすごい注目を浴びて、 あのー、まあ、ちょっとしたプチアイドルみたいな感じになって、ね、影響力を持って、ね。でも、物事の善悪はつかないし、えー、常識なんか何もないですよ。でも、有名、だけれども有名になっていって、どん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 。ただ顔が可愛い、みたいな。そういうところで有名になっていって。もうただ、人生、だん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 、こう、お菓子の方向行きますよ。じゃあ、そうなった時に、あなた、ね、親もそうだし、まあ、親はま、責任取るかもしれないけど、その事務所の朝倉美くる。 事務所の、え、社長の朝倉美樹のあなた責任取れますかって話。ねいや、だから僕は、と、その年派も行かないね、若い、ね、女の子をね、その自分のところのタレントとして育てるっていうのが、そもそも気持ち悪い。しかもあんなもんね、大人がばーっともう、まあ、何人も集まって、ね、小学校5年生のさ、女の子もう何、何万再生かね、5万、6万再生、10万再生とか20万再生いくのかな。 ミクルのサブチャンネルは、ね、大勢の人が見るようなさ、チャンネルに出して、ね、かわいいでしょーかわいいねーかわいいでしょーって、みんなに紹介すんの。キモいよ気持ち悪いねっていう感じで、あのー、僕は、あの、朝倉ミクルのね、あの、正午を宣伝する動画、あれを見て、ま、あ僕はあのー ねええー、一人の父親なんでね、一人の父親という目線から、あれはさすがにないな、キモいな、と思いました。はい。なので、はい。朝倉美来さん、ああいったことは、やめた方がいいですよ。はい、そんな感じで、柴田でした。バイバイ。<laughs>